ロナルド・ビックズ・ロナルド・アーサー・ビックズは、イギリスのロンドン郊外ランベス出身の犯罪者。1963年の大列車強盗の犯人の一人。18歳の1947年に、イギリス空軍に入隊したが、1949年には、脱走兵として、除隊処分になった。1960年に結婚して、息子が3人生まれた。1963年8月8日、 彼とその仲間は、グラス号からロンドンに向かう、郵便列車から260万円ポンドを強奪した。深夜午前3時、ロンドン郊外を走る列車が赤信号で停止、不審を感じて信号に近づいた、運転手のジャック・ミルズは殴られて気絶した。一味は列車に積まれていた現金を車で運び去った。運転手はこの時の傷が元で7年後に死亡したが、 当時のイギリスの刑法に、傷害事件の被害者が1年と1日以内に死亡しない場合は、殺人事件として立件しないという規定があったため、死刑適用の殺人罪での立件はされなかった。一味は逮捕され、彼は有罪の判決後にワンズワース刑務所で服役することとなった。1965年7月8日に同刑務所を脱走。 パリで顔の整形手術を施し同年、英国海外航空の飛行機でオーストラリアのシドニーに逃れて数ヶ月暮らした後、1966年にはアデレードに逃れそこで妻と二人の子供に再会した。1967年にはインターポールの探偵が彼を探し回っていることを知った彼はメルボルンに逃れ郊外のブラックバーンノースに家を借りた。 1969年にロイター通信の報道でメルボルンにいることを突き止められた。彼はその5ヶ月後にメルボルン港からパナマを経由してブラジルのリオデジャネイロに逃れた。1971年に彼の長男は10歳で交通事故により亡くなった。1974年にデイリーエクスプレスのコリン・マッケンジーは彼がリオデジャネイロに潜伏している情報を得て、 取材班を結成。続いて、スコットランドヤードからも刑事が向かったが、犯罪人引き渡し条約の関係及び彼の子を、妊娠していたナイトクラブのダンサーだったガールフレンドの存在で逮捕されることはなかった。これは当時、ブラジルで生まれた子供の父親が外国人である場合、その父親は身柄を拘束されないという法律に引っかかったためである。 彼は仕事をすることもなく毎日バーに現れては午後10時に帰宅した。彼は家庭でバーベキューを開いて観光客相手に列車強盗の話をしたがこれはあまり人気がなかったと言われている。ドキュメンタリー制作のために彼がイギリスに帰るのではないかといった噂が何度も流れた。1978年にパンクロックバンドのセックスピストルズのドキュメンタリー映画 ザ・グレート・ロックンロールス・スー・インドルとジュリアン・テンプルの映画でボーカルとしてレコーディングを行っている。これらの歌はギターのスティーブ・ジョーンズ、ドラムのポール・クックがブラジルで収録に参加した。No One is Innocent とベルシン・ワズエーガスに収録された。1981年、彼は誘拐されてバルバドスに連れて行かれた。 誘拐犯は彼をイギリスに引き渡そうとしたが、バルバドス政府の反対で、イギリスに引き渡されることなく、ブラジルに帰国した。1982年に、彼の息子が、ビラオ・マヒコの一員となり、人気となったがこのグループは1986年に、解散した。1991年、ドイツのバンド、ディ・トーテン・ホーゼンのポリス、オン・マイ・バック、カーニバル・イン・リオで、 ボーカルとして歌った。1993年にはアルゼンチンのパンクバンドの3曲を歌っている。2001年5月、座ンで彼はイギリスに帰国したがっていることを告白した。5月7日にイギリスに帰国した彼は直ちに逮捕、収監された。この時、座ンは独占取材権を得るために2万ポンドかかった専用機のチャーター費用などを受け持った。彼は 心臓の病を患って折り子の時に、マスコミの一部が彼は健康問題のため帰国したと報道したことに対して、彼の息子は病気の治療はブラジルでも受けられると反論した。彼は逮捕されてから6ヶ月のうちに4回も病院で治療を受け、死の直前に息子の世話になりたいと早期の釈放の嘆願を出し続けた。2005年8月10日、 彼が MRSA 感染したことが明らかになった。しかし、同年10月26日、内務大臣のチャールズ・クラークは彼の訴えを退けた。2007年7月4日に刑務所を移ったが12月にも死ぬ前に家族と共に暮らしたいと釈放されることを訴えた。2009年1月発作が起きた後、彼は話したり自分で歩くこともできなくなった。 2月13日には、肺炎のため刑務所から病院に入院したことが明らかになり、彼の息子は父親の釈放を訴えた。4月23日に7月4日に、彼を釈放するべきだといった意見が仮釈放を判断する委員会で決まったが、ジャック・ストロー大法官はこれを拒否。7月28日に、彼は、またしても、肺炎で大学病院に入院した。 その1ヶ月前、胸部の感染症や腰の骨を骨折して7月17日に、退院主刑務所に戻ったばかりであった。2009年8月6日、80歳の誕生日を前に、してようやく彼は釈放された。刑務所から釈放された後、健康状態は回復しており、彼の病気は嘘であったのではという指摘に対して、弁護士は、彼の病気は、本当のことでそれほど、 長く生きられないだろうと述べた。またビックズ自身も自分はクリスマスまで生きることはできないだろうと述べている。2013年12月18日、ロンドンの介護施設で死去。84歳ボーツ。A 列車強盗のビックズ元受刑者死去事伝出版。映画にも。朝日新聞。オリジナルの2013年12月18日時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/o8uxj <ッ>ありがとうございます。